もうボーボーやわ。ボボボボボボボ。こんにちは。いきなり入ってきたもう。あいや久しぶりだね。久しぶりです。まあ、とりあえず脱いで座んな。うん座る。自己紹介。はじめまして、サソリ座の中学生出席番号12番中井真理子です。よろしくお願いします。ね、ういういしい。ピュア、ピュア。はじめましてよね。はじめまして。はじめまして。はじめまして。本当に噂には聞いてたけどな。本当に新しく入った。はい。もう一回もう一回、中井真理子です。リコちゃんね。はい、はいはい、リコちゃん。リコ、うん。ここなんかほらいっぱい虫とかいるから。本当だ。平気？虫平気？動いて。すごい。これぐらい平気だろう。うん、可愛い。うん。ほらほら。食べないよ。食べるか。なんか小腹が空いてるけども。食べないわ。うん。ところで何？どう？すごいアウトという。ところでどう？どう？はい。どうなの？まずどう？はいはい。エビ中どう？エビ中いい感じだよ。いい感じ？楽しいです。楽しい？はい。いじめられてないの？大丈夫大丈夫。本当？うん。大丈夫なの？うん。さっきもでもなんかちょっともうなんかアイアイがこうお姉さんっぽくさ、うん、なんかリボンとか直してるの見てなんかすごいね。なんかちょっとなんかグッときたね。うん。本当に。いやすごい。そっか。でどう、うん、天才盆栽中学生どう？甘。うん。あまあ、カンペを見るな、リコ。いきなり、いきなりカンペを見るな、本当に。うん、出番が甘いないから、もうちょっと出てみたいです。出番ない。ね、そう。出番ないの？ない。出番ないっけ？なんか声、うん、でちょっと出させてもらってるけど、そうだよ。実写で出てないんです。そうかそうか。そう初めてだよね。そうか。で、これ実写出てるけど、これ違うもんね。そう。これ本編じゃないのか。本編じゃない。特典。そうか。特典だもんな。うん。そうか。うん、でもいいじゃん、声で。うん声は嫌なの？うん、嫌じゃない。嫌じゃない。嫌じゃないけど、やっぱ、うんね、実写でね、出てみたいです。そうなんだ。です。です。あいあいだってあれじゃん。うん、師匠の。そうだよ。うん。なんだっけ、うん、もうあいあい、カンペもう今、先輩カンペ、もうカンペカンペ動く。うん、師匠、あいあい師匠じゃん。はい、師匠です。うん。うんしかもカンペ持った人の電話がかかってくる。師匠やってって言われたけど恥ずかしいから。そうこれ師匠やっていいの？映ってんのに。あいいんだって。はい。いやここ師匠言ってる時はほらはい俺がやって。なんて言うの？なんだっけ。わしは面白いと思っておるが。リケちゃんがやればいいやもん。いやだそう。じゃあ二人で、はいはい、モザイクやってはいはい。うん。わ。どうやってたっけ思い出せなくなっちゃった本当に忘れてる本当に忘れてるよ、うん、わしはの、うん、面白いと思っておるがもうちょっとこれなんだこれなんなの間延びするためにどうするのこうどんどんあの、うん、こうなってくために私がちょっと恥ずかしくなるから、うん、もうやめたらどうするもっとマジで恥ずかしがってたもんなそっかで、はい、じゃあさ仮にね、うん、この天才盆栽中学生のカッコ仮、うん、2があったらどうする出たいね、うん、次世代、うんうん、おばあちゃんのね孫なんで、うん、そうかそういうことかいっぱいもういろいろいっぱいじゃあそれ出るとしたら何の木がいいえ何がいいあのこう切るやつ切るやつ？え育てんじゃないの？違うよ。盆栽って。違うよ。そう何の木を育てたいじゃない。何の木になりたい？えだから実写がいいの。ねえもうなんで声にしたがる？そっちがいいのか。そうだね。もう木になりたくないと。うん、なってもいいけど、うん、ね、うん。そっか実写がいいのか。実写がいいってすごいね。実写がいいってなかなか言わないよね。実写がいいのか。そっか。え、だから実写にするとしたらどういう役がいい、うん、え、なんだろう、うん、え、役とかあったのあるかもしれないえだって、それこそおばあさんの役とかねあ、そう、あるじゃんそうだいろんな役できるよそうだ言った方がいいどうしよっかどうしよっかうん何がいいかな何がいいどういう役やってみたい役、はい実写で実写実写実写言い過ぎだけど実写の前もないからねアニメ化とかそのなんていうの漫画があるわけじゃないから別に実写、うん、実写でやりたい役、はいどうしようかな、うん、
でもおじいちゃんとかおばあちゃんは、まあ喋り方とかおばあちゃんっぽいって言われるけど、うん、なんかそう、そう、まんまだもんね。でもまんまって。いや師匠やれ師匠。師匠やだ、やだ。師匠実写でやればいいんじゃないの？ね。本当にじゃない。リタンはどうする？じゃあアイアイが師匠やるんだったら弟子やりたい。師匠と弟子の次作る。あいいじゃん、あいいじゃん。師匠と弟子。ぽいぽいぽい。ありそう、そういうの。そういう設定でやればいいじゃん。うん、じゃあ決定ね。はい。はい、師匠と弟子で。はい。じゃあまずは声からやって。やっぱり声なんだ。なるほどな。うん。じゃあもっとさ、こう盆栽をアピールしていこうって、この2に向けて、うんうん、2に向けてもう完全に2やる流れになって、もしもこう盆栽をアピールするのどうしたらいいと思う？それはじゃあまずライブで、うん、その盆栽のセミナーっていうかをやったらいいと思う。セミナーなんかその授業みたいな。盆栽ライブで、ライブの時、ライブの途中でってこと？うん、盆栽セミナーやるの、うん、いきなり、うん、え、どういうこと？そのどうだから、うん、ファミリーの方にやっぱまずは広げたいから、うんうん、まずはね、そう、うん、でだからやり方とか、うん、みんなで一緒に作ればいいじゃん。なるほど。で曲がバーン終わりましたと、うん、いきなりホワイトボード出してやるの、うん、盆栽のセミナー、うん、いいよそれでも。いいんだ、いいよそれでもじゃねえよ。楽しそう、楽しそう楽しそうじゃないわ。ライブやってまず、うん、本当にさっきからこれコロコロ転がってる。本当だよな。じゃあこれに声をつけて、はい、はい、うん、これこれ映せんのかな、お前なんか全然動かないよ、うん、動かなくなっちゃった。バンバン机やるからそうだよ、だから言ってこれ動かして、こいつを勇気づけて、頑張って、頑張る、動いて。じゃこいつの目線になって、こいつの声をやって、はい、うん、イケちゃんがブン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 するから、もう僕動きたくないよ。リコ、リコ、はい、リコ、もう動けないよ。まあ同じこと言ってもっと違うこと言う、はい、え、いいよ、何でもいいよ、何でもいい、何でもいい。こいつの目線、こいつの気持ちになって、はい、リコ、はい、机から脱出したいな広いな、机が広いな、うん、広い机から脱出したいな、うん、はい、もう脱出させて、はい、え、本当に脱出させる、うんうん、お、平気だね、顔があった、動いた、あ、歩いてる、それは動くわ、あ、そうだよ、出た、初めて会ってね、俺はね、うん、でもね、見てるから、武道館とかで、あ、そっか、そうだよ、ライブして、なんか一生懸命着ぐるみ着てやってたよ、うん、そうそう、頑張ってるなっていう感じはしたけど、どう思ってた？対してリコは、どう、面白いなと思ってました、本当、思ってはいた、思ってはいました、面白いなと思ってはいた、何その言い方思ってはいたって何、面白い、思ってはいたけど、あっても面白かった、あっても面白かった、よかった、よかった、よかったのか、面白いって言われて俺は嬉しい、喜んでいいのか、いいんだ、喜んで、あ、いいのか、オッケー、そうか、なるほどね、面白い、はい、他には、面白いと思っていたけど面白かった、で、あと他には、他には面白いと思っていたけど面白いやった、あ、面白いやった、やっぱり同じやわ同じや、うん、なるほどな、ありがとう、面白いって、見えない、カンペがもう見えない、あ、面白いことやってください、面白いことやるの、うん、OK、 いくよ、俺の親父はミッキーロック猫パンチ、はい、やってみよう、はい、これ伝授する、はい、2人に、せーの、俺の親父はミッキーロック猫パンチ面白い、猫、ね、分かんないんだよ、分かんないのが、うん、分かんないんだよな、まずミッキーロークを知らないもんな、うん、そうだよな、分かんないね、じゃあこれはよーい、スカートがめくれて、いやん、マリリン・モンロー、はい、やだけど、はい、よーい、よーい、スカートがめくれて、いやん、マリリン・モンローこれ超ウケてるわ、こっち使って、こっち使って、初めて見た、新しいの、このギャグ初めて見たんですよ、うんうん、これいいよね、いい、うん、押していこう、この2つ押していく、うんうん、はい、イケちゃんの悩み聞こう、聞きたい、それこそアイアイ、もう何回も出てるさ、はい、あるじゃん、あ、出てます、ここピー入ると思うけどね、うん、ピー、うん、アイアイも何回も、そうそうそう、俺も、ね、何回か出たんだけど、そうだよ、もう出るたんびに空回りなの、うん、そうなのそう、どうしたらいい、え、あれ前かも、前かも、うん、
本当に緊張しますいや緊張で、うん、緊張するのもしょうがないじゃん、うんうん、で緊張をこうなんとかしようとしてさ頑張ると、うんうん、本当空回りするんだけどさ、うん、どうしたらいいんだろうっつってどうしたらいいんだろうえっどうしたらいいリコどうしたらいいと思うえ緊張しない方法ですか。あ、緊張しない方法。あ、そうだよね。リッタンだってさ、結構すぐ緊張しちゃうけど、うん、もう最近ステージめっちゃ楽しそうにやってるんで。お、じゃあちょっと、うん、秘訣を。秘訣？うん、え、緊張しないためには、うん、うん、あの、なんだろう。私は、うん、アイアイが、うん、面白いことやってくれるんですよ。それ見て緊張をほぐれます。出番前に？出番前に。それじゃあ、どう、何？どういうこと？ちょっと待って。なんか。アイアイが緊張しない方法を聞いてるのにアイアイが緊張をほぐしてくれたなんかそれ合わせ鏡みたいになってるねえ合わせ鏡みたいになってるよねどういうことなんか、うんうん、なんだろうライブ前に、うん、エビチューア、うん、エビチューアさんの入場曲が流れてそのリズムに合わせてアイアイが直前じゃんこの直前のあの、ま、裏で、うんステージの裏 で何やってますか？なんか曲に合わせて、うん、あとなんだろうこっち側そのツアー今やってると上手下手でメンバーが違うけど理解しないんだよね。うん、あと真山とあやちゃんと一緒で、うん、なんかいつも変な動きとかしてどうにかテンションを上げたり。リコが緊張してるだろうから3人でほぐしてやってる、うん。そういうのとかやってる。いいなじゃあ俺もほぐしてほしいな。緊張してるとしたらはいもう出番前で。ちゃんと歌えるかな？ガチ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 あ緊張するなガチ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 えよガチ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 どうしたらいいの？全然ほぐれないよ。どうしたらいいの？そんなんじゃ全然ほぐれないよ。えどうしようなんかさ曲がないと曲あ曲曲あおあ何それ猫だまし猫だまし猫だましか違うあちょっと今のちょっと緊張がほぐれた猫いや猫だまし猫だまし猫だ赤ちゃんか俺俺は赤ちゃんかそれで本当に泣き止むみたいなあ虫がほらああまた出てきたこいつの名前を考えようぜいいねそれやる名前考えかわいい、うん、なんかチュルチュルしてるよね、うん、キュートツルツルしてるからはいリコツルツルしてるからこいつの名前はつるちゃんそのままつるちゃんいいねつるちゃんかわいいわつるちゃんかわいいね曲作って出たよね、みんなお前らもよるとそれうん、ねほんと曲作れ曲作れリタン好きだよね、うん、頑張ってる途中もウーブも好きだよね、うんうん、ありがとういや、いいよ全然作るよじゃあ今から作ろうか。うん、作ろう。お、いいね。じゃあ、うん、よーい、よーい。よーい。スカートがめぐれて、やー。マリーモンロー。撮ってるの？撮ってるの？これ回ってるの？回ってる。回ってるの？よかったね。よかった。はい。